はい、そこでもう一つ質問です。台湾の円寿司の元祖はどんな名前の店だと？あ、お店の名前もちょっと違うんだ。ね、円寿司屋さんぐらいの感じだったっけ？まあ、元祖というのは、うある店がーん。元祖です。その店の名前は何です楽か？しそう。あ、質問です。はい、何でしょそれは、そのお店は今も残ってますか？う？はい、残ってます。おー、そうなんだ。じゃあ有名なのかな？ああ、確かに。ね。ヒントください。ヒットは、ヒットの一つはナンバリング。ナンバリナンンバグ。リング？ナンバリング、数字が絡むんだ。ね、ファイナルファンタジー11みたいな感じですそうフそうそう。ァイそんナルフな感ァンタじ、そんな感ジー。じ。そんな感じ、そんな感じ。なるほどね。円数字ファイナルイレブンとかかもしれない。SG ファイナルイレブンか。なるほど、強そう。強そう。いやでも、最初のお店だから、言うてファーストとか、1って数字が絡ん、0とか絡んでくんのかな？100点満点の美味しさみたいな感じ。あ、ありそう。ここはなおシめンちゃんプルは。に、シンプルに、ザ・ファーストでいきたいと思います。ザ・ファースト、なるほど。そう、最初だからザ・フね、やっァースぱ。ト。最初だから、そうそう、俺たちが最初に作ったんだぞっていうこのお店の人の気持ちがこもってるかもしれない。そうなるそう。ほど。じゃあ、はコい。トコさんが。サーティワン円数字で。サーティワン、アイスクいや、リーム聞いかい？たことあるアな。イス、なんサーかアイティスクワン、アメリーリム。カじゃなかったっけ？アイスクリームを打てそうな気がするんですけど。